テレビ視聴室です。8月のお祭りの時期が終わりましてですね、ちょっと一旦休憩の時期になってはいるんですけども、またこれからお祭りが始まりますが、9月のお仕事について伺ってまいります。はい、よろしくお願いします。はい、まずはですね、これ毎年なんですけれども、メガネの相沢さんから老眼鏡の調整券というものの寄贈をいただきました。これも随分と助かりますね。そうですね、はい、一ノ関の場合は20組分ですか、20人分頂戴いたしました。一ノ関では、こちらに一ノ関店、メガネの相沢様の一ノ関店ができた、平成12年からずっと毎年いただいてましたし、東各県にですね、いっぱいお店がありますから、でトータルでですね、400人分をですね、毎年、今は今年は、15市町に、400人分ですと大変ですよね。まあ、でもメガネを作る料金ってなかなかこうおいそれと、ね、いけるようなお値段じゃないの で、やっぱり年金で暮らしてらっしゃって、いろいろにかかってる方は助かりますね。はいはい、本当に ね、もう1万円2万円しちゃいますもんね。でもこれも支店のある場所で行っている寄贈ということですから、一ノ関に相沢さんがなかったらこの寄贈もなかったですよね。そうですね、やっぱりいろいろな企業さんが見てくれてありがとう、いてくださってるっていうのは、いろんな意味でいいことがあるんだなと思います。そしてですね、実りの秋を迎えて JA 岩手平泉祭りが開かれました。この農業祭のようなものが開かれるのかなという認識の方もね、たくさんいたと思いますけど、また会場がですね、2月にできたばかりのお米の収出荷センターで、キラリ、輝くと書いてキラリと言ってJA 祭りと、各市、合併前の各市町でなさってたものをですね、集約をして、でそちらの方は、なしにして一箇所でやるというような形ですね。いろんなその展示もありましたし、農機具の展示ですとか、あとはそのオープンしたキラリのお披露目、中に入って、暑い日だったんですけど中には涼しかったですよ。さすがに米のセンターですね。つい先日、令和5年産の新しいお米の検査受け入れが初めてこのセンターで行われることに ね、はい、いっぱい市内各地にありましたですからね、JA さんの倉庫がですね、ですからそれを一箇所に集めてましたのでですね、それに色彩選別機っていうんですか、全部このお米の状態をですね、チェックするようなものもあったので、素晴らしい環境で、千田崎さんの米がですね、市場に出るということですね。はい、そして次はですね、リレーボーライフジャパンという、これはがんと戦う方を応援するというイベントだそうですが、こちらにも行ってらっしゃったんですね。はい、行ってまいりました。はい、同じ日にやっておられたんですけども、急遽あんまりお天気が良くなかったので、屋内に会場を移してサービーティスでやりましたですけどもね、がんに負けない社会ということでですね、それぞれその お身内の方々にですね、がんで亡くなられた方ですとか、がんを患っている方とかいっぱいいらっしゃると思うんですけども、そのアメリカで始まった運動らしいですね、がんは眠らないとですから24時間戦うと。そうですね、その24時間戦っている患者さんに思いを馳せて、医療関係者の方に思いを馳せて24時間歩き続けるという ね、またその中にサバイバーの方、がんを経験された方もいるというのはすごいことです。当日もね、その方を交えてのですね、トークもありましたですけれどもね、ちょうどなんていうんですか、このサークル円形のですね、なんですか、灯籠、流しの灯籠のような、いろんなことをメッセージが抱えてね、そのセンター真ん中に椅子ですとかテーブルがあってですね、がんの治療というのはそのレベルにもよって、もう緩和ケアだけの方もいらっしゃれば、いろいろな手法を使って治療されていく方もいますけれども、多くが病院に入院しながら治療するのではなくて、在宅の方も多いですよね。これをやっぱり支えていくには、在宅のケアを受けられる体制がやっぱり必要なのかなと思うんですけどね。地域だとか学校とか職場とか家庭とかですね、いろんな単位があるんでしょうけども、ですから、ちょうどいらしておったそのリレーに参加なされている皆さん方もですね、それぞれそうした
お立場の皆さん方が多くてですね、まあ本当に、まあ、2分の1、3分の1がですね、がんを患うわけですのでですね、自宅でもね、療養できるような安心して暮らせる、ね、町になるといいなと思うんですけど、なかなか難しいところもありますよね。そして次はですね、ちょっと賑やかな話題に行きます。北上川流域交流 e ボート大会、はいはい、久しぶりに開かれました。いろんな意味で。そうですね、はい、4年ぶりですね、はい、えらいお天気が良くて暑くて、もう真夏みたいな日で29年目なんですって。29年目、はい、で29年目なんですけども、今までできなかったのが8回あるらしいんですね、まあ、このコロナの3年間ができなかった。でその他にあと5回あるんですね、ですから5回は台風ですとかなんかでできなくてですね、まあ川との共生ですから、まあその自然を相手に楽しむ、まあ、なんですか、ウォータースポーツですよね。ですからまあできてる時もあればできない時もあるっていうのは当たり前なんでしょうけども29分の21でできたとですね、皆さんの折れない心というか準備する方もね、行政の関係のボートはまっすぐ行かずに曲がってなんか着岸してたようですけれども、某消防の中こんなあったよね。そうですね、どうですか、ああいう若人たちがいっぱいカヌーを操っている様はご覧になってエネルギーの空回りいいことですよね。市長さんも一回カヌーを漕いでみるというのはあるんですよ。あ、以前に、私はい、役所の課のですね、はい、私の課長の声にですね、その課の人間全員でですねやりました。まっすぐ進みました。なかなか大変でしたね。なかなか大変でしたね。もう蛇行を繰り返して、ね、でもな、まあ、なんとかかんとかこう曲がってこういうふうにたどり着きましたのでですね、失格にはならずに済みましたですけども、川崎はですね、はい、北上がちょうど真ん中ですよね。北に上流に100キロ下流にまた100キロありますから、ですからなんか、なんていうんですか、なんだ、北上川流域の市、まあ、皆さん方がですね、集うようなそういったようなイベントにできればいいと思ってますよね。まあ、当日は北上川の一番の源流が盛岡の北の岩手町にあります湯筈の泉ってあるんですけども、そちらのその町長さん、佐々木町長さんもおいでになったんですけどもね、来年はぜひ一チーム連れてきてちょうだいねってお話をいたしました。さあ、そしてですね、8月の6日が一応1回目の募集の終了となっていて、10月1日を採用予定としていた地域おこし協力隊なんですけど、はいはい、応募状況とか内訳とか、はい、どんな状況なんでしょうか。今年はですね、まあ、例年でいっぱい増やしたんです。ただなかなかですね、全部が全部揃ってなくてですね、ですのでまだそのなんていうんですか、もうスタートできるところもあれば、うん、まだのところもあってですね、ジャンルごとにこう、ね、空きがあったりいっぱいだったりする、ジャンルとか地域だったりとかですね、やっぱりなかなか皆さん方首都圏の皆さん方が見る目はですね、私たちの価値観とは違うところが結構あるのかなっていうようなところもありますよね。それなら行きたいと思うところが、皆さんからすると一箇所に固まってたりする、人気の高いところというか、募集が順調に来ているところというのはどんなところなんでしょうかね。ですね、まあ、今現時点でですけども、例えば東山和紙、東山ですね、東山和紙の制作ですとか、あとはもうこれはもう随分前にもう埋まっちゃったんですけども、はい、大東のですね、京津畑地区での地伐型林業ですとか、やはりこうなんていうんですか、はっきりとしたものターゲットがあって、和紙のこととかですね、はいはい、継承するのが難しいというふうに問題抱えてるように地元だけの中では見えますけど、外に声かけると募集が埋まっちゃうぐらいなんですね。まあ、これまでもですね、そうしたその継承者をまあ探して、そういったものもやってきたんですけどもですね、なかなかやっぱハード高いんですよね、前ですね。あれでもってちゃんと一人前になってどうこうってね、やっぱそれだけ技術が高いんでしょうけどもね、まあですから今回の方たちは期待するところ大ですけどもね、そういった。もう先行して活動している方々などとこうお話をされてみて、例えば活動のしやすさとかですね、
そういった面でケアしていかなくちゃいけないかなと思うこともありますか。やっぱり一番はっきりしているのは、私ども市としては、はい、町としては何を皆さん方に期待をしているかと、皆さんのミッションは何ですということを明確に伝えて、あとはその方たちが孤立しないようにすることですよね。やっぱりその入った地域、地域で、その地域地域の中もありますし、その隊員さん同士の交流の場みたいな、情報交換の場みたいなものもあればですね、ですからそこだけにとらわれないで、まあ、この広い一の関市をですね、隅から隅までご覧いただくのが一番いいのかなと思ってますけど。春開始接種という名前に今度は変わってきましたが、でそれが終わって今度は秋開始接種が始まるわけなんですけど、この春接種に関しては動きはどうだったですか。一関市は他と比べればですね、あの接種率は高いです、うん、ただどうしてもその、まあ、皆さん方が対象じゃないものですから、うん、絶対的な数字自体はですね、これまでとは違うんですけども、はい、まあ、むしろこれから先ですね、この秋開始接種がですね、皆さん方全員がですね対象でありますので、ぜひ皆さん方が受けていただきたいですよね。そうですね、公費で受けられるのが今回が最後かもしれない。全額公費でね、はい、今のところは今回が最後ですのでですね、というのであればぜひ受けておきたいという方も多くいらっしゃると思うんですけど、はい、ですが、まあ、一番心配なのはとコロナのあれですよね、ワクチンが相当に来るかどうかっていう、そこは、まあ、毎回ヒヤヒヤしながら回してました。これも早め早めに申し込んでおかないと、とにかくできることは早く申し込んでおくことですよね。そうですね、そうしていただいて、はい、で私どもはせっせとちゃんとワクチンをちゃんと確保して、ワクチンに関してはこれまで日本全国を引っ張るような立場にいた一ノ関市なので、皆さんにも協力をいただいて、はい、順調に進めていっていただきたいと思います。そうですね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。こんにちは、一ノ関図書館だよりのコーナーです。今月は現在募集中のイベントと企画展、新刊図書の紹介です。はじめに現在募集中のイベントを2つお知らせします。1つ目は SL 清掃イベントです。10月14日土曜日に一ノ関図書館脇にある SL 清掃イベントを開催します。3歳以上からご参加いただけますが、小学生以下の方は保護者同伴となります。当日は油を使いますので、汚れても良い作業に適した服装、油の染み込まないゴム製の手袋をご持参ください。清掃終了後は JR 職員の制服を着ての記念撮影や参加記念品の贈呈もあります。参加希望の方は QR コードまたは図書館ホームページからアクセスし、ホームに入力してお申し込みください。申し込み期間は10月7日土曜日までとなっております。2つ目は古典文学講座です。11月1日より紫式部日記を読むを開催します。こちらの講座は11月1日、8日、15日水曜日の全3回の講座となります。来年の大河ドラマに関連して紫式部の日記を講師の内田正義さんの解説をもらいながら読んでいきます。開催は午前10時から12時、定員は50名まで、参加費は無料となっております。10月4日水曜日から申し込みを受け付けます。電話ファックスまたは一ノ関図書館に直接ご来館の上お申し込みください。次に企画展についてお知らせします。児童コーナーではグリとグラ60周年の企画を開催しています。グリとグラシリーズは多くの子どもたち読者に長年親しまれている作品です。今年で刊行60周年を迎えたグリとグラにぜひ会いにいらしてください。展示期間は10月1日から11月29日までとなります。10月29日日曜日にはグリとグラの帽子作りイベントを開催します。お申し込み詳細については一ノ関図書館までお問い合わせください。また新刊コーナーにはご覧の図書が入っておりますので、どうぞご利用ください。皆様のご来館をお待ちしております。